広報丹波笹山2021年9月第269号 笹山、二千二十一年九月、第二百六十九号をお届けします。担当は、ひまわりと松ぼっくりです。表紙の写真は、七月三十一日に行われた、ふれあい市場、スイカ祭りの一コマです。丹波笹山市、公式ライン、始めました。 災害時の緊急情報や新型コロナウイルス感染症関連情報などをお届けします。表紙の下から1センチ上、左から4センチ右のところにある QR コードを読み取り、登録してください。特集です。認知症を知ろう。 日本の65歳以上の認知症の人の数は2020年およそ600万人と推計され2025年にはおよそ700万人高齢者のおよそ5人に1人が認知症になると予測されています認知症について丹波認知症疾患医療センターの 福井達彦センター長に教えてもらいました質問1認知症疾患医療センターってどのようなところですか答え1認知症に関する専門医療相談や検査鑑別診断ができる専門医療機関です県内には25カ所あります 質問2。認知症ってどんな病気ですか答え2。認知症はいろいろな原因によって脳の働きが低下し、日常生活や仕事に支障が出てきた状態を言います。質問3。いろいろな原因ってどんなものがあるのですか答え3。たくさんありますが、 最も多いのがアルツハイマー型認知症です認知症のうち5割から6割と言われています質問4アルツハイマー型認知症って何が原因でどうなるのですか答え4原因はアミロイドベータやリン酸タウタンパクと呼ばれる 異常なタンパク質が脳に溜まり、脳が縮んでいくからです。そして、記憶力の低下や日付がわからなくなったり、仕事や家事の段取りが悪くなるなどの症状が出たりします。その他にも、次のような認知症の原因があります。レビー小体型認知症。脳の中に、 レビー小体と呼ばれる異常なたんぱく質がたまることで起こります実際にはいない人や物が見える原子手足が震え歩幅が小刻みになって転びやすくなるパーキンソン症状などの症状が現れることがあります脳血管性認知症脳の血管の一部が詰まる脳梗塞 血管が破れる脳出血などが原因で起こります。ダメージを受けた脳の場所によって症状が異なり、手足の痺れや麻痺などの神経症状を伴うこともあります。質問後、治るタイプの認知症もあるって聞いたのですが、答え後、慢性硬膜下血腫や 甲状腺機能低下症などの病気が原因で認知症の症状が出る場合もあり早く見つけて治療することで元の状態に戻る可能性があります。質問6だからおかしいと思ったら早めに相談しようなんですね。ではどのようなことであれと気づくのですか答え6 物忘れや好きなことへの興味がなくなる意欲がなくなるなど何かおかしい以前とはどこか違うと自分で感じる人もいるし周りの人が気づくこともあります。質問7あれと気づいた時にはどうしたらいいですか答え7まずかかりつけの医師に相談しましょう。 また市役所にある物忘れ相談センターや地域包括支援センターが相談窓口です。市担当者から認知症は今や特別なものではなく身近なものになっています。自身はもちろん親、配偶者、友達など身近な人が認知症になった時 誰もが正しい知識を持っておくことが大切です。気づくポイントを知って相談し、適切な対応をすることが、認知症の人も関わる人も穏やかな暮らしにつながります。認知症があってもなくても、誰もが安心して暮らせる街づくりをみんなで進めていきましょう。認知症に関する相談窓口。 物忘れ相談センター、長寿福祉課内、電話552-5346。西部地域包括支援センター、西木丹南近田地区、電話594-3776。東部地域包括支援センター、笹山城東滝地区。 電話556-2340「知っておこう認知症のこと」認知症に関する啓発事業 C ではより多くの人が認知症について正しい知識を持ち認知症の人とその家族の思いや悩みを理解し地域の人と共に笑顔で暮らせる町を目指して 世界アルツハイマーデー9月21日を中心に認知症への理解を広げる普及啓発の取り組みを行います市内の金融機関店舗施設などでポスターの掲示や大型店舗店頭でのチラシの配布を行い市役所周辺を認知症支援のテーマカラーである オレンジ色にライトアップします。認知症の気づきのチェックシート。あれと気になったとき、チェックしてみましょう。このチェックをすることで、日常生活上のどのような行動や能力に注意して見守る必要があるかわかり、家族や周囲の人が簡単に短時間で 本人の困りごとを把握することができます。質問内容に、はいか、いいえで答えてください。1. 物忘れが多いと感じますか ?2. 一年前と比べて物忘れが増えたと感じますか ?3. 財布や鍵など物を置いた場所がわからなくなることがありますか 4.5本前に聞いた話を思い出せないことがありますか ?5. 自分の生年月日がわからなくなることがありますか ?6. 今日が何月何日かわからない時がありますか ?7. 自分のいる場所がどこだかわからなくなることはありますか ?8. 道に迷って家に帰って来られなくなることはありますか ?9 電気やガスや水道が止まってしまった時に自分で適切に対処できますか ?10 一日の計画を自分で立てることができますか ?11 季節や状況に合った服を 自分で選ぶことができますか ?121 人で買い物はできますか ?13 バスや電車自家用車などを使って1人で外出できますか ?14 貯金の出し入れや家賃や公共料金の支払いは1人でできますか ?15 電話をかけることができますか ?16、自分で食事の準備はできますか ?17、自分で薬を決まった時間に決まった分量を飲むことはできますか ?18、入浴は一人でできますか ?19、着替えは一人でできますか 20. トイレは一人でできますか 21. 身だしなみを整えることは一人でできますか 22. 食事は一人でできますか 23. 家の中での移動は一人でできますか兵庫鍵盤認知症チェックシートから引用しました いくつか思い当たる場合は相談してみよう。もう少し詳しくチェックをしたい方は健康兵庫21県民運動ポータルサイトでも認知症チェックができます。認知症の症状や対応を説明している認知症ガイドブックは市役所や地域包括支援センターにあります。 問い合わせは長寿福祉課電話552-5346まで読み手は倉橋良子でした9月9日は救急の日救える命を救いたい救急車の適正な利用をお願いします近年 軽症でも救急車を利用する方が増え、社会問題になっています。このような状況が続くと、事故による大けがの方や、緊急に病院などへ搬送する必要がある方への救急車の到着を遅らせることになります。本当に救急車が必要な方のために、救急車の適正利用にご理解とご協力をお願いします。 全国的にも救急件数は増加傾向にあり丹波篠山市でも年々救急件数が増加しています昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で救急出動件数は減少しましたが平成30年には過去最多の2,206件を記録しました。これは 1>, 1日あたり6件のペースで出動していることになりますしかし搬送したおよそ4割の方が入院を必要としない軽症と診断されており緊急性が低いと思われる救急要請も少なくありません救急車は緊急性のある患者を迅速に医療機関に搬送するための車両です 緊急性のない救急要請が増えると1分1秒を争う重症者が救急車を使えなくなり救える命が救えなくなる場合があります緊急性がなく自分で病院へ行ける場合は自家用車やタクシーなどの交通機関を利用してください病気や事故の状況から急いで病院へ行った方が良いと思われる時は 迷わず119番通報をしてください本当に必要な方が救急車を利用できるよう正しい理解と適正な利用にご協力をお願いします救急車の出動件数と搬送人員の推移です平成23年出動件数1822件 搬送人員1780人。平成28年2099件2015人。平成29年2118件2091人。平成30年2206件2137人。令和1年。 件、人、令和2年1990件、人です。令和2年の傷病者程度別の割合は軽症39.5%中等症45.4%重症12.7%。 死亡 2. 4ですこんな時はためらわずに119番「意識がない」「呼んでも返事がない」「痙攣が止まらない」「大量の出血をしている」「やけどの範囲が広い」「物を喉に詰まらせて呼吸が苦しい」「突然の激しい頭痛」「胸痛」「腰痛」「腹痛」 急に、ろれつが回らなくなり、うまく話せない。顔色が悪く、冷や汗をかいている。交通事故にあった。強い衝撃を受けた。その他、いつもと違う場合、様子がおかしい場合にも。119番通報マニュアル。救急車を呼ぶときのポイント。 救急車を呼ぶときは119番に通報してくださいその後は司令員が救急車の出動に必要なことを順番に聞いていきます場所はどこですか住所電話番号目印になる建物近くの公共施設やお店の名前などを答えてくださいどうしましたか 1. 1誰がどうしたのか。病気、怪我、交通事故など。2. 傷病者の年齢や性別。3. 呼吸は楽にしているか、普段通りの呼吸か。4. 冷や汗をかいていないか。5. 顔色は悪くないか。6. 普通に会話できるかなど、症状に合わせて、 詳しく聞いていてきます救急車が来るまでのポイント救急車が来るまでに次のものを用意しておくと便利です保険証や診察券お薬手帳普段飲んでいる薬お金靴などです傷病者が乳幼児の場合は母子健康手帳紙おむつ 哺乳瓶タオルなどを用意してください救急車が来た後のポイント救急車が来たら次のことを伝えてください1事故の状況や体調が悪くなってから救急隊が到着するまでの様子やその変化2行った応急手当の内容3傷病者の持病 かかりつけの病院やクリニック普段飲んでいる薬医師の指示など現在消防本部には4台の救急車がありますがすべての救急車が出動すすることもあります軽症の方の救急車の利用が増えると緊急性がある傷病者への対応が遅れ救える命が救えなくなる恐れがあります。 救急搬送は時間との勝負です。119番受付時の症状の聴取で早期にドクターヘリやドクターカーの要請を実施したり休日夜間は医療機関の当直状況を把握し救急出動時に傷病者の症状にあった医療機関を適切に素早く手配したりするなど 少しでも早く搬送できるよう所員みんなが心がけています救急搬送は病院との連携も大切ですがそれ以上に市民の皆さんの協力が不可欠です本当に救急車が必要な方のために救急車の利用について皆さんのご理解とご協力よろしくお願いします 丹波狭山市消防本部消防署水谷剛志消防士問い合わせは消防本部電話594-1118読み手は中山妙子でした人が好き町が好好ききリポートです誰もが笑顔になれる多世代交流拠点 アグリステーション丹波笹山2009年に閉園した城南保育園その跡地を活用して2016年に城南地区町づくり協議会が農産物の販売加工や都市部との交流拠点としてアグリステーション丹波笹山を創設しましたしかし高齢化などを理由に農産物の加工や 販売活動はししましたそこで親子と地域住民をつなぐ多世代交流の場にする施設にリノベーションされ2020年に雑貨カフェほっこりがオープンしましまた今回はこのプロジェクトリーダーを務める西尾美子さんにお話をお聞きしましたのでご紹介します。 調理師をしながら、4人の子育てに奮闘されてきた西尾美也子さん。親子で、のびのびと安心して過ごせる場所がないと感じていた西尾さんは、自分の手で子育て世代が楽しめる施設を作ろうと決意されました。そして、場所を探していたところ、アグリステーション丹波笹山の小林康夫代表と出会い、意気投合。 カフェ雑貨部門を任されることになり、その活動がスタートしました。地元の皆さんや高校生たちの手を借りながら、施設の改修に取り組み、昨年8月に多世代交流カフェほっこりをオープンされました。カフェには子連れの方にも利用しやすいよう、おむつ替えのスペースや授乳室が設けられ、 子供用トイレも設置されています。さらに西尾さんはこの場を新たな交流拠点にしようとプロジェクトを進められています。4つの教室はカフェ雑貨、キッズスペース、学びの広場、英会話スクールとして活用、また教有資格を持ったボランティアさんや地域の方による見守りもあり、 ハート教室や宿題のサポートなど夏休みや放課後の子どもの居場所づくりとしても活用されていますこのほか篠山産業高等学校や神戸大学の実践農学の場やフィールドワークなど学生との地域連携にも取り組まれています中でも昨年企画された篠山産業高校生有志による おもちゃドクターはテレビや新聞など各メディアの注目を集め子どもたちのおもちゃを預かり修理した高校生にとっても貴重な体験で多くの方に笑顔が広がりましたさまざまな活動で「ワクワク子育て応援英会話スクール」「アメリカ人講師の楽しく実践的な英会話スクール」を行っています。 みんなの農園、城南小学校の児童と黒豆フィールドワークや城南幼稚園の園児とさつまいも植えを行いました。ヨガ、レンタルスペース、ヨガや体操教室など特技や趣味を活かしたワークショップに利用できます。子供の居場所づくり、工作やお絵かき、宿題サポートなど、 見守りやボランティアの皆さんと楽しい時間を過ごします皆さんの声をお届けしますアグリステーション丹波笹山代表小林康夫さん地域の農産物をもとに地域を元気にしたいとアグリステーション丹波笹山を立ち上げ西尾さんにその思いを継承しました新しい事業も増え 子供たちの元気な笑い声や笑顔が再びこの場に戻ってきました。今後も子供たちや地域の皆さんの笑顔が広がるよう地域全体でサポートしたいと思っています。ぜひ気軽に遊びに来てください。プロジェクトリーダー西尾美也子さんは様々なご縁をいただき多くの皆さんのご支援のおかげでこの活動も 私自身も成長することができましたこれからも母親としての強みを生かして子育てママに寄り添いさらに女性が地域社会の中で生き生きと活躍できる場を広げたいと思いますそして丹波篠山で子育てがしたいと思ってもらえるよう楽しい活動を発信したいと思います利用者の声です 大人の方たちが工夫をして楽しい遊び場を作ってくれるのが嬉しい。唐揚げもめっちゃ美味しいです。ほっこりカフェの地元のお野菜たっぷりランチやスイーツは大人も子供も大好きです。子供もたちが自分の好きなことを見つけて遊びに夢中になっています。親子でのびのびさせてもらっています。 リポーターの畑弘恵さんは「今回この場を取材して多世代の住民が集まり楽しんでいる様子をとても微笑ましく思いました」「中でもスタッフさんの熱意や優しさ愛情はとびきり」「だからこそたくさんの方が笑顔になるんだなと嬉しい気持ちになりました」「そして子どもたちの元気は地域の宝」 地域で子育てみんなで応援していきたいですね。アグリステーション丹波篠山住所丹波篠山市小枕93城南小学校西側電話556-5997営業日は平日の月曜日から金曜日時間は11時から16時までです。 開園日は変更される場合もあります。詳しくはフェイスブック「アグリステーション丹波篠山」をご確認ください。読み手は、太子でした。新型コロナウイルス感染症対策市内でワクチン接種を希望する中学1年生から59歳以下の皆さんへ。 新型コロナワクチン接種予約のお知らせ8月18日から59歳以下の方への接種予約が始まりました年代ごとに予約開始の時期が異なりますのでご注意くださいまたまだ接種されていない高齢者の方基礎疾患のある方の予約も8月18日から受け付けています 接種をを希望さされる方は予約をしてくださいなお今後のワクチンの供給量によって掲載内容が変更になることもありますのでご了承ください。今後のスケジュール対象者基礎疾患を有する方50歳以上の方予約期間は8月18日水曜日から9月15日水曜日まで。 中学1年生から49歳の方。予約期間8月20日金曜日から9月15日水曜日まで。接種開始日はいずれも8月29日日曜日。1回目接種は8月29日日曜日から9月18日土曜日。2回目接種は9月19日日曜日から10月9日土曜日。 接種には、事前予約が必要です。ステップ1。予約開始日になったら接種場所日時を予約8月12日に送付しましたワクチン接種案内に同封の実施医療機関一覧表を確認し予約をしてください予約方法1インターネット予約システム 予約開始日の8時30分から24時間対応市公式 LINE からも見ることができます予約方法2電話丹波篠山市ワクチン専用コールセンター電話590-2205平日8時30分から17時15分ステップ2ワクチンを接種予診票に 必要事項を記入の上お越しください。接種当日の持ち物、接種クーポン券、予診票、本人確認書類、マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証など、型を出しやすい服装でお越しください。問い合わせは、丹波笹山市ワクチン専用コールセンター、電話590-2205、 または健康課電話五九四の一一一七受付時間は平日の八時三十分から十七時十五分までワクチンの副反応って安心してワクチンを接種していただくために副反応について改めて知りましょう現在接種が進められている新型コロナウイルスワクチンでは 接種後に注射した部位の痛みや腫れ倦怠感、頭痛、発熱、筋肉痛などの副反応が見られることがありますこうした症状の多くは接種後数日以内に収まりますがワクチン接種後に気になる症状が見られたらまずは接種医またはかかりつけ医に相談しましょうまた、稀に起こる重大な副反応として アナフィラキシーがありますこれは薬が体に入ってから短時間で起きる急性のアレルギー反応でじんましんやオー吐などがあります。ワクチン接種後は15分から30分程度接種会場で様子を見ることにしており万が一に備えてすぐに対応できる体制も整えています。よくある質問 Q&A。Q A 問いワクチンを受けた後に熱が出たらどうすればいいですか答えワクチンによる発熱は接種後1日から2日以内に起こることが多いです必要な場合は解熱鎮痛剤を使用して様子を見てください症状が続く場合は医療機関へご相談ください。問い副反応は 1>, 1回目の接種後より2回目の接種後の方が強いと聞きますがどうしてですか答え1回目のワクチン接種でいくらか免疫がつくことで2回目の接種後に免疫反応が起こりやすくなるため発熱や倦怠感などの症状が出やすくなると言われています副反応が起きた場合の健康被害救済制度。 予防接種では、副反応による健康被害、病気になったり、障害が残ったりすることが起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、国の救済制度が設けられています。詳しくは、健康課までお問い合わせください。ワクチン接種に関する人権へのお願い。感染収束に向けて、 効果が期待される新型コロナウイルスワクチンですが体質や持病など様々な理由でワクチン接種を受けることができない方もいます接種を受けることは強制ではありません感染予防の効果と副反応のリスクの双方を理解し自らの意思で接種を受けていただくこととなります ワクチン接種を受けていない方に対して、接種を強制したり、差別的な扱いをしたりしないよう、皆様のご理解とご協力をお願いします。問い合わせは、人権推進課、電話552-6926。海外渡航時のワクチン接種証明書。海外渡航の予定がある方を対象に、 新型コロナウイルスワクチン接種証明書を交付するため申請受付を開始しています申請発行方法郵送または窓口申請健康課で受け付けます必要書類1ワクチン接種証明書交付申請書2旅券パスポートの写し3接種券 接種済証または接種記録書の写し4本人確認書類の写しマイナンバーカード運転免許証健康保険証など5返信用封筒切手を貼り付けし本人確認書類と同一の住所を記載その他詳細は市ホームページをご覧ください 問い合わせは「健康課電話594-1117」読み手は西伊子でした「タウントピックス町の話題」「7月6日黒豆ナイター始球式で大役果たす」千葉市の ZOZO マリンスタジアムで行われた 千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークスの12回戦。この試合は中森俊介投手のロッテ入団を契機に締結したスポンサーシップ契約に基づき、韓共産試合、日本農業遺産認定記念丹波笹山市黒豆ナイターとして行われました。試合前には中森投手のビデオメッセージや、 市の PR 動画が流されたり、グランドでは、球団公式のチアパフォーマーチーム、M スプラッシュと、堺市長らがデカンショウドリを披露したりしました。始球式では、市内の会社員、杉本リンゴさんが登場。中森選手と同じ背番号56のユニフォームを着用して、マウンドに立った杉本さんは、左腕からノーバウンド投球を、 披露しましまた緊張しましたが無事にノーバウンドでの投球ができ選出いただいた役目は果たせたと思いますと笑顔で話されていました祖父と笹山笹山東合同チームが県大会でベスト8入り笹山中学校と笹山東中学校のソフトボール部の生徒たちで結成された笹山 笹山東合同チームが7月17日と18日の丹陽地区総合体育大会で堂々の優勝を飾り7月27日と28日の兵庫県中学校総合体育大会への出場を決めました丹陽大会2試合で得点は24失点は0と圧倒的な強さを見せました そして迎えた県大会の初戦は夢が丘中学校と対戦試合は打線が爆発して14対1と完勝しベスト8入りを果たしました続く準々決勝は高陵平野中学校と対戦チャンスは作るもののあと一本が出ず1対3で涙を飲みました笹山 笹山東合同チームの成績。勘優総体は、準決勝は17対0で、ゆりの木台に、決勝は7対0で、ひかみに勝ちました。剣総体は、1回戦は14対1で、夢が丘に勝ち、準々決勝は1対3で、高陵、平野に負けました。 7月31日、ふれあい市場スイカ祭り。大山上の高田神社境内で、ふれあい市場スイカ祭りが開催されました。これは、特産であるスイカを生かし、地域の活性化につなげようと、一般財団法人、大山振興会が毎年主催、スイカの品評会、重量当てクイズ、試食会などが行われ、 来場者を楽しませました。スイカの重量当てクイズには、1 1 8キログラムと予想し、ぴたりと当てた長沢義明さんにスイカが贈られました。試食会には多くの参加者が訪れ、楽しみにしていた甘いスイカを嬉しそうに頬張っていました。8月3日、河原町無電中華完成式典、国の 重要伝統的建造物群保存地区に選定されている河原町通りで無電中華事業の完成式典が行われました。この事業は2017年3月に国の景観町づくり刷新モデル地区の指定を受けて実施。工事は翌年9月から今年の4月まで行われ、河原町通りおよそ600メーターにわたり、 電線や通信線を埋設し、電柱三十九本が撤去されました。式典には関係者らおよそ四十人が参加。堺市長らの挨拶の後、テープカットが行われ、無電柱化の完成を祝いました。ボルゴ日本農業遺産認定、丹波篠山の黒大豆栽培。三百年の歴史。 丹波笹山の黒大豆栽培。村が支える有料種子と家族農業。黒大豆の良い種子を選び出し、栽培振興に力を注いだ羽べ家。大豆の品種改良には様々な方法がありますが、大きい、丸いなど、良い種だけ形質が安定するまで選び出していく方法を選抜育種と言います。今では、 全国各地で栽培されるようになった有料品種、丹波黒もこの方法で選ばれたものです。現在、品種改良は主に国や県の研究機関で行われています。しかし、そんな研究機関などなかった江戸時代、笹山藩が質の良い黒大豆を栽培するよう奨励したことから、日置村の豪農、 王将家の羽部六兵衛は選抜育種に必要な試験農地を設け黒大豆の品種改良に取り組みました父六兵衛の志を受け継いだ羽部元次郎は明治4年1871年大粒の黒大豆品種を選び出し羽部黒と名付けて丹波篠山のあちらこちらで種子を配り 栽培を進めましたベグ黒が優れていることを聞きつけた全国各地の農事試験場や農学校などから種子の配布を求められたといいます明治28年1895年の内国官業博覧会においてベグ黒は出品された大豆4,114品の中で最高ランクの5品に選ばれ 有効に当賞を受賞しました元次郎は県会議員や国立銀行の頭取りなどを務め明治34年1901年には滝軍農会の会長に就任しました農業の改良や畜産の奨励溶産の改善に力を注ぎその指導ぶりは親切だったと言われています このページには明治28年1895年第4回内国官業博覧会の表彰状の写しと羽部元次郎の写真が掲載されています。日本農業遺産ロゴを設定しました秋の味覚シーズンに向けて黒大豆の商品 PR などに活用できる名称およびロゴを設定しました。 令和3年度暫定です市ホームページからダウンロードできますのでご活用くださいロゴは日本農業遺産認定丹波篠山の黒大豆栽培300年の歴史となっています記念シンポジウム開催決定10月2日土曜日13時30分から16時まで 田園公共ホールにて、農業ジャーナリスト小谷亜佑美さんの記念講演とパネルトークなどが行われます。読み手は市島真由美でした。フォーカス輝く人たちボルイム10有機栽培グループ笹山自然派広がれ有機農業の輪消費者の 安全で安心な食への意識が高まり、自然環境への負荷をいかに低減させるかが求められる時代、有機農業への取り組みが注目されています。有機農業とは、化学肥料や農薬に頼らず、丁寧な土づくりをすることで、そこに生息する多様な生き物と共生しながら行う農業のことを言います。有機農業には、 環境への負荷を小さくする自然の循環機能を増進する生物多様性を保つといった効果が期待されていますこのように有機農業への関心が高まる中7月14日には市内全33校園およそ4,000食の学校給食に 市内の有機野菜を使用したこんだてが初めて提供されましたこの食材のおよそ7割にあたる玉ねぎ、人参、じゃがいも、茄子、きゅうりの計519キロを提供されたのが有機栽培グループ小前義彦代表の笹山自然派の皆さんです小前代表は 給食への導入が実現でき感謝しています丹波笹山には良い食材があるので子どもたちに食に対する意識を変えるきっかけになればと思いますと話されます笹山自然派は丹波笹山で農薬や化学肥料に頼らず美味しい野菜やお米を栽培する農業者のグループその活動の歴史は古く 1974年に発足した「丹南町有機農業実践会」が母体となり都市部の消費者団体と取引されてきましたしかし有機農業者が増加してきたこともあり販売だけでなく農業者の集える場や新規就農者の相談研修の場が求められるようになりました そこで活動の内容を見直し、実践会とは別に、平成29年、笹山自然法を立ち上げられました。メンバーは農家の方だけでなく、料理に関心がある方や、加工品を取り扱う方など、63人が参加されています。まずは市内に有機農家があること、そして有機農業や、 オーガニックの素晴らしさを伝えることを目指ししてて活動していますと話される小前代表その取り組みとして市民の皆さんに有機野菜を買っていただこうと市民センター祭りに出展されたりメンバーの皆さんが育てた野菜を直接販売する場アフタヌーンベジベジを黒田の笹山里山本舗で月に1回開催されたりしています。 やはり地元で作ったものが地元で消費されるのが一番いいですね。この取り組みで生産と消費がさらにつながれば嬉しいと声が弾みます。そんな中新たな取り組みが生まれました。それはトヨタカローラ神戸株式会社の地元の方々のお役に立ちたいという思いと笹山自然派の思いがつながり 7月21日、同社丹波笹山店で有機野菜販売会が開催されました。当日は様々な夏野菜や加工品が並び多くの方が来場され会場は大盛況でした。今後毎月1回の販売会が予定されており次回は8月25日に開催されます。トヨタカローラ神戸株式会社とのつながりで 新たな事業を展開できたことはとても嬉しいですとにっこり他にも県内のトヨタの販売店に部品を運搬する際に有機野菜も運搬し販売することも検討されていますメンバーの大半が新規就農者である笹山市電派今後の目標として新規就農される方々が一定の安定した収入を得るため 今後も継続して学校給食への食材提供に取り組んでいきたいと思います。私たちは自然との調和により美味しくて体に優しい農産物を生産しています。ぜひ一度ご賞味くださいとにこやかに話されました。学校給食に有機野菜が使用され、古市小学校児童たちは美味しいと声を弾ませている写真が掲載されています。 笹山市連覇の問い合わせは、丹波笹山市、農都政策課、電話五五二の一一一四です。読み手は森口浅江でした。ふるさと一番、市長のホットトーク、丹波笹山の時代を作ろう。今月のこんにちは市長室、市長が市政に対しての ごご意見やご要望をお聞きすする場とししてて開催しています事前の申し込みは不要で懇談会または1人15分程度の面談です9月10日金曜日13時30分から16時上等公民館にてありがとうございます支援の輪 広がっています7月24日山内町で大きな火災が発生し8世帯13人の方が被害を受けられました心からお見舞い申し上げます幸いにも亡くなられたり怪我をされたりした方はなくようてして真っ黒になりながら賢明な 消火活動に当たった消防本部出動いただいた220人の消防団の皆さんに深く感謝申し上げます市では早速翌朝から被災者の声を聞かせていただき生活支援に取り組んでいます皆さんは何の落ち度もないのに災害に遭われたもので 市としてもできるだけの支援をしなければと考えています。4世帯の方に市営住宅を提供しています。他の方は空き家を確保されたり、高齢者施設に入居されたりしました。出荷時には猫を抱いて逃げるのが精一杯などと話されていて、 何も持ち出されれておられませシート社会福祉協議会からの見舞金とともに市民の方から衣類、食器、電化製品、布団などを届けられましたので被災者にお渡ししています。また食事の提供の申し出もいただいています。 ボランティアの方に協力をいただき、がれきの中から大切なものを、思い出のものを探し出されました。7月31日には、兵庫県弁護士会、近畿災害対策まちづくり支援機構から弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士などの支援チームに来ていただき、 被災者の皆さんから相談を受けました現在、瓦礫撤去の方法や費用負担を検討中です被災者の負担をできるだけ軽くできるように考えていますそして、撤去が進めば次にこの土地をどう活用されていくかなどまちづくりの方向性が検討されることとなります 義援金のお願い市民の皆さんや企業事業者からたくさんの義援金が集まっています送金先は金融機関三井住友銀行支店篠山支店預金種別普通口座番号4001 856口座名義丹波支山市義援金口座ご協力いただける方はよろしくお願いしますこの義援金は自治会長が集められる1世帯あたり100円の見舞い金とは別のものです 笹山方面高等学校の生徒会の皆さんは、夏休み中にもかかわらず、生徒や先生に募金を呼びかけ、23,245円を届けていただきました。火事のニュースを見て少しでも役に立ちたいとの思いからです。問い合わせ、秘書課552の 読み手は細見敦子でした「大学連携伝書鳩」「駅ラボ通信」「農村ビジネスアワード2021」「最近丹波篠山への移住者・企業者が増えているという話を聞いたことはありますか?」「新型コロナウイルス感染症によるテレワークの普及や 阪神間から1時間のアクセスにもかかわらず、豊かな自然環境が残っていることなどを理由に、丹波笹山を新たな人生のチャレンジの場として選ぶ方が増えてきているようです。その一方で、人口減少、少子高齢化に伴う空き家問題などの社会的課題の解決のためのイノベーションが求められています。そこで、 エキラボでは新しい発想のビジネスやイノベーションを目指す土壌づくりとして「農村ビジネスアワード2021」を開催します応募対象者は市内で実施するビジネスプランを持っている全ての人皆さんからの積極的な応募をお待ちしています受付期間は9月中一次審査は書類選考最終審査は プレゼンテーションです対象受賞者にはビジネスを後押しする賞金商品をご用意しています問い合わせは神戸大学丹波笹山市農村イノベーションラボ電話506-6628です学生アクションラーニング実践農学入門始まる 昨年度開校できなかった食農・コープ教育プログラムの実践農学入門。本年度も幾度かの延期を乗り越え、やっと西木北地区に伺うことができました。14件の農家さんに受け入れていただき、50人の神戸大生と10人の笹山篠野高等学校の2年生が班に分かれて、 様々な農作業を体験しました。黒豆の土寄せや除草、栗園の草刈り、農家民宿の芝生張り、ハーブの採集にブドウの脇芽取り、最初は初めての作業に不安そうでしたが、帰りはまた来たいと学生たち、これから冬まで全6回の現地実習が続きます。コロナ対策のため、 交流会なしで初回から半活動でしたが、帰りの集合では賑やかに記念写真を撮りました。神戸大学農学研究科特命准教授の清水夏樹さんでした。読み手は市島真由美でした。刺さる協力隊大山地区担当活動レポート広川慶春さん大阪市から 丹波笹山市に移住し地域おこし協力隊になって2年目の広川慶春さん活動のテーマは農業をベースとした豊かで幸せに生きられる仕組みをモデル化することです人口1000人でも豊かに暮らせる里づくりを目指して日々奮闘されていて自立した人を育む経験の場や 人のつながりを感じられる場人と視点との関係を結ぶ場を創出し生きるための経験が豊かな人が集う場にしたいと考えられています勉強熱心でさまざまな場に出向き勉強されておりビオトープ管理士試験の勉強にも励まれています今後の2は大山地区の皆さんが 大山を誇りに思いより愛することができるような活動を行っていくことだと力強く話されました活動についてのお問い合わせは丹波笹山フィールドステーション川口秀樹さん電話506-2366読み手は西垣香子でした姿勢レーダー 新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては。各種イベントなどの開催を。延期、中止することがあります。その際は、ホームページなどでお知らせしますので、ご確認ください。第十七回。丹波篠山支店への出品作品を募集します。第十七回。丹波篠山支店。十一月十四日、日曜日から。 20日土曜日まで9時30分から16時までなお11月18日木曜日は19時30分まで最終日は14時30分まで特別部門・盆栽のみ11月18日木曜日から20日土曜日まで場所は丹波篠山市民センター表彰式は11月20日土曜日13時からです。 11月14日から20日まで開催する丹波篠山支店への出展作品を募集します部門は絵画彫刻工芸書写真の一般4部門と盆栽の特別部門です出品点数は1部門につき1人1点ただし一般4部門の作品はすべて 作者個人の創作による未発表のものに限ります特別部門盆栽は平成28年3月31日以前の発表作品は出品可能とします出品料は1点につき1000円高校生は500円です出品受付は11月6日土曜日から7日日曜日12時まで 募集要項を必ずご確認いただき、出品申込書に必要事項を記入の上、作品と一緒に丹波篠山市民センターまでお持ちください。なお、募集要項の配布は9月上旬の予定です。配布開始は市ホームページで案内します。賞賞・です。最優秀賞可愛賞1点。 一般部門の第一席から一点のみ選出。副賞は30万円。支点賞。最優秀賞を除く一般部門、特別部門の第一席。4点。副賞は3万円。優秀賞。一般部門、特別部門の第二席。5点以内。奨励賞。 一般部門特別部門の第三席5点以内新人賞市内在住在勤在学で39歳以下2点以内特別賞一般部門作品中丹波笹山氏を題材とした優秀な作品5点以内ですなお去年の最優秀賞河合賞は 福知山市の長谷川国義さん彫刻工芸部門出うる麗しの風でしたなお今後の新型コロナウイルス感染状況により内容を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください詳しくは社会教育課552-5769までお問い合わせください市民みんなで環境について考えよう 環境セミナー。今回の講演は丹波篠山市で仮住まいをしており、移住も検討されているアーティストの日記ローレケさんをお招きします。環境問題について考えるようになったきっかけや、自身の取り組み、アートを通して発信する意味などをお話ししていただきます。人に優しく、地球に優しい、そんな取り組みをみんなで考えてみませんか 9月5日日曜日13時30分から15時30分まで四季の森障害学習センターで内容は市が取り組む環境に関する事業の紹介アートを通して環境問題を考える講師はアーティストのニキローレケさんです会場ロビーにて 丹波狭山市の環境について考えるパネル展があります申し込み方法は電話またはメールで住所氏名電話番号をお知らせください。定員は先着順で200人アーティストの仁木ローレケさんは東京都出身でドイツ人の父と日本人の母の間に生まれ資生堂アシックス Google、Apple など国内外のクライアントワークのほかアートは社会変革や平和的な活動のためのツールであると考え活動中です感染症対策のためゆとりのある座席配置にしています消毒や手洗い、うがい、マスクの着用にご協力くださいなお当日発熱などの風邪症状がある方 体調不良の方は参加をお控えください。詳しくは市民衛生課５５２の六二五三までお問い合わせください。地域の絆で命を守る。九月十日から十六日までは自殺予防週間です。食事量が減った、普段より疲れた顔をしている、ため息が目立つ。 口数が減った、など、家族や仲間など身近な人がいつもと様子が違うと感じることはありませんか大切な人を守るためにできること。気づき、家族や仲間の変化に気づいて声をかける。傾聴、本人の気持ちを尊重し耳を傾ける。つなぎ、 早めに専門家に相談するよう促す。見守り。寄り添いながら見守る。悩みや不安を抱えて困っているときには、気軽に相談できる場所があります。心の相談窓口一覧です。健康課。電話番号594-1117。社会福祉課。 市・福祉総合相談窓口552-5346いずれも時間は8時30分から17時15分まで丹波健康福祉事務所079573-36549時から12時までと13時から17時まで 兵庫県命と心のサポートダイヤル078-382-356618時から翌日8時30分までなお土曜日曜祝日は24時間ですいずれも曜日は月曜日から金曜日での受付です兵庫県心の健康電話相談 零七八二五二の四九八七。九時三十分から十一時三十分までと。十三時から十五時三十分まで。火曜日から土曜日の受付です。特定非営利活動法人。自殺対策支援センター。ライフリンク。生きづらビット。ライン相談。と。 心の体温計で気軽に心の健康状態をストレスチェックいずれも QR コードがあります詳しくは社会福祉課552-7102までお問い合わせください9月9日は救急の日小児に特化した市民救命士講習会 あなたの大切な人を救うために市民救命志向集会を受講し心肺蘇生法を学びましょう2年に1度の再受講をお勧めします9月4日土曜日5日日曜日9時30分から12時30分までで受講はどちらか1日丹波笹山市民センターで対象は市内に在住在勤在学の中学生以上 内容は AED を使用した心肺蘇生法や、怪我をした時の止血法など。詳しくは消防署、電話594-1119までお問い合わせください。ふるさとの貴重な動植物、今月はヤモリ科の日本ヤモリです。民家やその近くに生息していて、夜になると餌の昆虫やクモなどを探すために伝統近くや 窓ガラスに現れることがあります足の裏には細かい毛のようなものがありつるつるに見える窓ガラスでも小さな凹凸を捉えて歩くことができます天敵の猫や鳥などに襲われると自分で尾を切ります切れた尾はしばらく動いているので天敵が尾に気を取られている間に逃げることができますヤモリは民家の害虫を食べることから 漢字で守る宮や家を守ると書き縁起物として大切にする文化があります分布は秋田県以南の本州四国九州対馬、中国東部朝鮮半島全長は10センチから14センチです笹山環境未来の会会長兵庫県立笹山篠野目高等学校主管教諭 タ明アさんの協力でした読み手は三丸美香でした健康福祉の総合情報発信笹山ホットステーション健康いい体休日に乳がん検診が受けられます乳がんは女性に一番多いがんで40歳から50歳代をピークに 発症や死亡が増加しており、日本人女性のおよそ10人に1人が、生涯で乳がんにかかる危険があります。また、乳がんを発症する年代別に見ると、子育てや介護、仕事など、女性として一番忙しい時期にかかりやすい病気です。しかし、乳がんは検診を受けることによって早期発見できる可能性があります。 ガンは小さく見つかるほど根治しやすく、治療の負担を軽くできることも期待できます。検診を受ける年齢に達していなくても、乳房にしこりや異常を感じたら、専門の医療機関を受診するようにしましょう。マンモグラフィー検診は先進諸国では六十から八十パーセントの女性が受診していますが、日本の乳がん検診の受診率は低く。 40歳以上の女性で2年に1度の健診でも40%未満です忙しい生活の中でも自分自身の健康を意識し定期的にチェックする習慣を身につけることが大切ですこの機会にぜひ乳がん検診を受けましょう休日乳がん検診子育て仕事家事介護などで忙しく 平日に乳がん検診に行けない方のために休日に受診できるよう全国的に行われているピンクリボン活動乳がん啓発活動の取り組みの一環で検診バスによる集団検診を実施します検査は女性の技師が担当します10月16日土曜日13時から16時まで丹南健康福祉センターで 定員は40人で予約が必要です料金は1400円丹波笹山市国民健康保険加入者無料クーポン券対象者は無料です申し込み方法は9月1日水曜日から健康課電話594-1117にお願いします先着順です ワーキング丹波パン祭り9月23日木曜日祝日10時から15時までスマイル笹山東沢田240の1で全品130円で抽選会もあるよなお新型コロナウイルス感染症の影響により中止する場合があります手話でコミュニケーション 手話始めませんかボリューム36「今月の詩は救急車は両手人差し指で十字を作り5指5本の指を折り曲げて上に向けた右手を顔の脇で回し親指と4指を平行に伸ばした右手を前方へ動かします。 「正しいは」はつまんだ両手西の指先を胸で上下につけ合わせ右手を上げる「合うは」は左手人差し指の指先に右手人差し指の指先を上からつけ合わせる「利用するは」は前に向けて開いた右手2子を手前に引き寄せながらつまむ。 お願いは少し頭を下げ顔の正面で斜めに構えた右手を少し前に出す問い合わせは社会福祉課電話です高齢者等福祉サービスのあれこれ外出支援サービス事業 一般公共交通機関の利用が困難な高齢者を対象に、福祉車両により自宅から医療機関などへの送迎を行います。対象の方は1市内に住所がある65歳以上の方で日常生活において常時車椅子を利用し車の乗り降りに介助が必要な方2 その他市長が必要と認める方運行時間平日月曜日から金曜日まで9時から16時30分運休日土曜日日曜日国民の祝日および年末年始12月29日から1月3日まで利用者負担市内片道1回500円 市外片道1回1000円特に必要と認める場合のみです申し込み問い合わせは長寿福祉課電話552-5346まで高齢者の肺炎球菌感染症の定期予防接種はお済みですか高齢者の肺炎球菌感染症の定期予防接種について 今年度対象となる方、令和3年度中に65707580859095100歳となる方には4月にご案内をお送りしています。新型コロナウイルスワクチン接種をされた方でも接種日から14日以上過ぎれば受けることができます。 まだお済みでない方は早めに市内医療機関へ予約し接種をしましょうなお長期療養中で今年度中に接種を受けられない場合は健康課までお問い合わせくださいまたご案内が届いた方でも過去に23か肺炎球菌ワクチンを接種された方は定期接種対象外です問い合わせは 健康課まで人工透析治療の通院費を助成します対象は通院して人工透析治療を受ける市内在住の方在宅の方のうち1から4全ての要件を満たす方です。1腎臓機能障害により 身体障害者手帳を持っている2人工透析治療を受けるため自家用車またはタクシーを含む公共交通機関医療機関の旅客運送を伴わない送迎車などを除くで通院している3市民税所得割額が23万5,000円未満4 その他法令により通院交通費の給付を受けていない必要なもの通院証明書交付決定後に提出が必要です前回交付を受けた方は不要です印鑑口座番号などを確認できるもの身体障害者手帳女性対象月3月分から8月分申し込み期間 9月1日水曜日から30日木曜日まで問い合わせと提出先は社会福祉課電話552-7102まで9月の健康カレンダーです休日診療5日日曜日錦記念病院電話593-1352 12日日曜日岡本病院電話594-1616小島医院590-235019日日曜日兵庫医科大学笹山医療センター552-118120日月曜日岡本病院594-1616 16 16杉本ボーンクリニーク506-375323日木曜日錦記念病院593-135226日日曜日岡本病院594-1616杉本ボーンクリニーク 3 3受付時間はいずれも午前10時から12時までと午後は13時から16時30分までです献血15日水曜日丹波篠山市役所10時10分から16時まで小児救急医療電話相談窓口 電話0795-789290の対応時間は平日17時30分から翌日の8時まで土曜・日曜・祝日は24時間です丹波笹山市休日診療所は新型コロナウイルス感染症対策として 市内医療機関で開設し診療しています市内医療機関での受診をお願いいたしますなお受診前に一度電話でお問い合わせください問い合わせは丹波笹山市医師会電話552-8225または健康課594-1117まで読み手は鳥本和恵でした 育み。丹波笹山森の幼稚園。9月10日金曜日。いろんな生き物に出会おう。時間10時30分から13時30分。対象市内在住の未就園の3歳から就学前の子供と保護者。店員 先着順15組。場所。兵庫県立笹山の森公園。河原511-1。持ち物。手袋または軍手。タオル。お茶。お弁当。レジャーシート。ビニール袋。着替え。替え靴。雨天。 どん天時はレインウェア長靴や傘野外活動です熱中症及び虫刺され対策に留意してご参加ください服装、長袖、長ズボン、帽子、マスク、履き慣れた靴汚れても良い服装でご参加ください 申し込み期限9月8日水曜日申し込み方法受付は月曜から金曜日祝日を除く9時15分から16時15分まで留守番電話での申し込みはできません申し込み問い合わせ 笹山子育てふれあいセンター電話556-2100担々子育てふれあいセンター594-1040まで僕と私の作品ランド工作ひまわり笹山養護学校3年生田中ゆきなさん 画用紙で大きなひまわりを作りました。種の部分はビーズとフェルトボールを使いました。折り紙で作ったセミが周りに飛んでいます。葉にも絵を描きました。工作紫陽花笹山養護学校2年生道下さやささん トイレットペーパーと海苔を混ぜて粘土を作り赤白青を混ぜた絵の具で色をつけて紫陽花を作りました友達にも分けてもらいたくさんの粘土を使いました工作覗いてみると近田小学校5年生重久大介さん 箱の側面に小さな穴を開けライトで照らしてのどき穴から中を見ますゴジラやカブトムシお化けやでっかいおにぎりなど好きなものを詰め込みました絵画宇宙人クラゲ近田小学校3年生大西優生さん いろいろな色を使って描きました。色塗りを頑張りました。クラゲの下にあるのが宇宙人の骨で、クラゲの手には武器があります。塗りつぶした丸は宇宙人です。広報八月号に掲載の城南小学校四年生の八木神太郎さんの ローの字に誤りがありましたお詫びして訂正いたします読み手は藤本範子でした九月子育てカレンダー二日木曜日二歳児歯科検診丹南健康福祉センターでお話広場丹南児童館で三日金曜日赤ちゃん講座よちよちタイム 丹南子育てふれあいセンターで8日水曜日離乳食教室・丹南健康福祉センターで予約が必要です。9日木曜日1歳7ヶ月児健診・丹南健康福祉センターでつくしんぼ広場・丹南児童館で親子でトライ・篠山子育てふれあいセンターで。 10日金曜日森の幼稚園・丹南子育てふれあいセンターで13日月曜日乳児健康相談・丹南健康福祉センターで15日水曜日子育て相談日・丹南健康福祉センターで予約が必要ですホットママ広場・丹南児童館で 16日木曜日、三歳児健診、担難健康福祉センターで、作って遊ぼう、担難児童館で、子育て学習講座、担難子育てふれあいセンターで、18日土曜日、パパママ教室、担難健康福祉センターで、22日水曜日、 赤ちゃん講座ホットタイム単南子育てふれあいセンターで27日月曜日つながルーム3歳からのお部屋音羽の森子育てママフィールドプティプリで28日火曜日運動広場笹山子育てふれあいセンターで 30日木曜日、4ヶ月時検診、単南健康福祉センターで、歌って遊ぼう、単南児童館で、ワクワク広場、単南子育て触れ合いセンターで、問い合わせ先の電話番号です。単南健康福祉センターは、健康科594-1117、単南児童館は、 笹山子育てふれあいセンターは五六の二一零零、丹南子育てふれあいセンターは九9の一零四零、音羽の森子育てママフィールドプティプリは九月の子育てカレンダーの詳細は アプリや市ホームページにも掲載しています。事業に参加される場合は、親子とも必ず検温をして、体調確認の上、マスクを着用してご参加ください。2歳児未満のお子さんは除きます。注目イベント9月9日木曜日、親子でトライ。どんな音かな作ってみよう。ハンモッキン、ミリ。 時間は10時から11時まで場所は錦老人福祉センター内容は親子で音の出る木のおもちゃハンモックキンミニを制作講師は NPO 法人ナチュラルバックヤードファクトリーの足立晋也さん対象は2歳から就学前の子どもと保護者 大正寺以外の兄弟は同伴できません定員は先着順で10組持ち物はさみお茶あればカラー油性ペン細字申し込み期限は9月2日木曜日申し込みは笹山子育てふれあいセンター9月16日木曜日 子育て学習講座何を大切にしたらいい子どもの生活リズムや遊びのポイント場所は式の森障害学習センター東館内容は子育てについての講話講師は向こう側女子大学教育学部教育学科講師大和春之さん対象は4ヶ月から 修学前の子供を育てる保護者定員は先着順で20人託児定員は1歳から修学前の子供15人先着順です2歳以上はマスク着用1歳未満のお子さんは保護者と会場に入室できます持ち物は筆記用具託児ありの方は託児用品 持ち物すべてに名前を明記してひとまとめにしてください申し込み期限は9月13日月曜日申し込み・淡南子育てふれあいセンターでプティプリイベント9月27日月曜日つながルーム3歳からのお部屋時間は10時から11時まで。 対象は市内在住の2018年3月までに生まれた未就学の子供と保護者。申し込み方法。1、保護者の名前。2、お子さんの名前。月齢。3、電話番号。電話550-9036。9時30分から15時まで。または、 メール PETIT-PRIX ハイフンアットマークサトモンドット JP で連絡メールの場合つながルーム三歳からの部屋と記載してください兄弟連れの場合はお知らせください誕生日好きの方は お申し込み時にお知らせください。申し込み、問い合わせ、プティプリ電話、五五零の九零三六まで。母子も、安心便利。ささっこすくすくアプリを提供しています。母子もで検索し、インストールしてください。問い合わせ、社会福祉課、電話、五五二の七一零一まで。 読み手は、今日泉でした。9月の施設情報新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、各種イベントなどの開催を延期・中止することがあります。その際は、ホームページなどでお知らせしますので、ご確認ください。中央図書館・視聴覚ライブラリー 市民映像作りワークショップ参加者募集丹波篠山の映像と伝えたいことを1分間映像にして PR しませんか場所は中央図書館内の視聴覚ライブラリー編集室対象は市内在住在勤在学の高校生以上の方持ち物はビデオカメラまたはスマートフォン内容は1分間の映像を作るための基礎知識撮影 編集の方法指導は個別日程は相談して決めます講師は視聴覚ライブラリー職員および映像制作のプロの方を予定しています申し込み方法は視聴覚ライブラリー590-1301へ電話してくださいできた pr 映像は丹波笹山丸井のテレビで随時紹介 また丹波篠山映像祭2022で行う「映像で PR しましょう」で上映します映画アニメ上映会中央図書館視聴覚ホール大人向け暗黒街の2人10日金曜日14時から15時40分と11日土曜日15時から16時40分子ども向け 世界名作アニメ「ガリバー旅行記」12日日曜日14時から15時20分と19日日曜日14時から15時20分中央図書館と丹波篠山市民センター図書コーナーの休館日は6日13日21日27日30日 サークルの皆さんによるお話し会が行われるのは2日4日7日11日14日18日25日28日です詳しくはホームページをご覧くださいまた2日と16日の木曜日11時からと11日と25日の土曜日14時からは 丹波笹山市民センター図書コーナーでお話会が行われますなお上映会お話し会などイベントを実施しない場合がありますので図書館ホームページまたは電話でお問い合わせください中央図書館の電話番号は590-1301ファックスは594-5450ホームページは丹波笹山市立中央図書館または 丹波篠山,山市立田園公共ホール第1回国際声楽コンクール東京西日本準本線9月3日金曜日愛好者オメガ B 女性男性大学生4日土曜日ミュージカルミュージカル小中学生5日日曜日 高校1、2年生、高校生アンサンブル。6日月曜日、高校3年生、卒業生、重症、入場無料です。9月21日火曜日、18時30分開演の高島千佐子ウィズスーパーチェリストは完売いたしました。 佐渡豊芸術監督プロデュースオペラ2021関連企画500円でオペラ体験レハール作曲喜多劇メリーウィドウハイライトコンサート花の都パリを舞台にワルツに乗せて明るく楽しい大人の恋物語10月24日日曜日15時開演入場料は全席指定で一般友の会500円 高校生以下300円。好評発売中です。令和4年度市民共同企画事業大募集。思い描いてた企画がある。地元で多くの人にぜひ見てもらいたい。仲間と一緒に夢のある活動をしたい。丹波笹山ゆかりの新進アーティストを応援したい。やりたい講演があるけど何から始めたらいい事業概要。 市民の方が自主的に企画した地域文化の振興に寄与する舞台公演を募集します。ジャンルは問いません。ただし、プロの出演、もしくはプロが関わる公演、または丹波笹山ゆかりの心身演奏家パフォーマーの公演とします。経費、本番、リハーサル、準備に係かかる施設使用料、付属設備使用料、ホール備品に限る、 はホールが負担しますその他経費全般は主催者の負担となります詳細は田園公共ホール事務所までお問い合わせください締め切りは10月31日日曜日です新型コロナウイルス感染症の影響により講演を延期中止とさせていただくことがあります田園公共ホールの電話番号は552-3600ファックスは ホームページは公共ホールで検索してください。チルミュー芝生と青い空いっぱいのチルミューへ行こう地域の大人の方への催しメロディーサロン2日木曜日14時から16時参加費は800円お菓子付きですノルディックウォーキング 23日木曜日祝日10時から参加費は1000円とポールレンタル500円イベントワークショップ4日土曜日20周年記念ゲストワークショップめちゃっこ博物館12日日曜日わくわく図工屋台お話し会5日日曜日と20日月曜日祝日クラルテ人形劇 予告なく変更になることがあります。詳しくはホームページもしくはお電話でご確認ください。ホームページの QR コードも掲載しています。チルミューの電話番号は 554-6000URL は http コロンスラッシュスラッシュ w w w c h i l m u j p なお市内在住の方は入館無料 住所が証明できるものをご提示ください錦木運動公園温水プール芝グラウンド残暑の疲れもプールで解消しましょうまだまだ暑さが身にしみる時期家の中で閉じこもっていませんか運動不足になっていませんか水中では関節や体への負担も少なく泳いだり歩いたり楽しく運動が行えますまた 当施設では歩行用プールや幼児用プール、リラックスプールなどもご用意していますスクール料金、一般遊泳も利用可能レギュラー会員、月会費6,920円デイ会員、5,900円、ナイト会員52、5,290円いずれも利用日は火曜日以外、入会金は2,090円 年会費は円一般遊泳料金大人日額620円回数券3100円月額5160円子供日額320円回数券1560円月額2580円錦運動公園温水プールの電話番号は590の 8, URL は http://www.nsi:/sports.co.jp:/scool/sports.com。丹波篠山総合スポーツセンター。 テニススクール開校第1期10月から11月受講生募集テニスラケット貸し出し無料9月6日月曜日から募集開始です初級クラス中級クラス毎週火曜日で初級は9時から10時まで中級は10時30分から11時30分まで定員は各クラス12人 対象は18歳以上。受講料は全8回1万1000円。電話で申し込んでください。丹波笹山スポーツセンターの教室イベント情報を更新中です。ホームページまたは Facebook でチェックしてください。QR コードを掲載しています。丹波笹山総合スポーツセンターの電話番号は552-8681。ファックスは 五五二の二一九六、URL は https コロンスラッシュスラッシュ www.mizuno.jp スラッシュファシリティスラッシュ兵庫スラッシュ笹山 .aspx 丹波並木道中央公園押し花のクリアアレンジ 5日日曜日10時から11時30分と13時30分から15時定員は同伴者を含む各会10人参加費は600円4日土曜日17時までに予約してください大人の木工教室木のキャリーボックス初級18日土曜日10時から15時定員は5人 参加費は1500円11日土曜日17時までに予約してください。レッツ・ノルディック・ウォーキング19日日曜日10時から12時小雨欠航対象は小学生以上定員は15人程度参加費は1000円とポールレンタル代500円17日金曜日17時までに予約してください。 心と体の癒し講座、金彩や創図を書こう。二22日水曜日13時30分から15時。定員は10人。参加費は600円。21日火曜日17時までに予約してください。丹波並木道中央公園の電話番号は594-0990。ファックスは594-0991。 URL は h t t p w w w p h パーク o p a r k o r j p s a s a 山の森公園9月の森公園はアケビやヤマボウシなどの木の実トリカブトやオお宝こうなどの花アキアカネなどの秋の昆虫が見られます。 残暑の中にも随所に秋を感じることができます笹山の森公園の電話番号は557-0045ファックスは 557-0201URL は https:/www.sasayamano 森 .jp: 人権 丸の人権メッセーーージコーナー夜間中学を知っていますか夜間中学は戦争や貧困病気差別などのさまざまな理由で義務教育を受けることができなかった人不登校など十分に学校で学ぶことができなかった人本国において義務教育を修了していない外国籍の人を対象に 夜間に授業を行う公立中学校のことです主な内容は1教科書がもらえて勉強できる2ひらがな計算歌絵も勉強する3夕方5時ごろから9時ごろまで授業がある4月曜日から金曜日まで授業がある5すべての勉強が終われば中学校卒業資格が得られる 6、授業料はかからない、無償などです。兵庫県には、神戸市立兵庫中学校北分校、神戸市立丸山中学校西野分校、天ヶ崎市立清涼中学校近城分校の3校があります。丹波笹山市民で入学を希望する人は、今年度から神戸市立の2校に入学することが可能になりました。 現在義務教育を修了していない人は全国で13万人近くいるとされていますまた不登校児童生徒や日本に定住する外国人が増えています学び直しの場を拡充するため各都道府県指定都市に少なくとも1校は設置するように勧められていますが現在12都府県に36校しかありませんいくら学びたくても 通学距離、仕事、家庭、経済面などの理由で、入学を断念せざるを得ない方が多くいます。そうした方々の思いに応える、夜間中学の整備が急がれます。お問い合わせは、人権推進課、電話552-6926。読み手は、田中明美でした。9月の相談です。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、掲載記事の内容が変更になる場合があります。その際は、市ホームページなどでお知らせしますので、ご確認ください。人権相談、差別、噂、嫌がらせ、いじめ、家庭不和、近隣との揉め事など、3日金曜日、 9時から11時30分まで短旦健康福祉センターで24日金曜日9時から11時30分まで丹波篠山市民センターで水曜日の9時から16時まで神戸地方法務局貝原支局で月曜日から金曜日の9時から17時まで市役所第二庁舎1階 各ふれあい館で。予約問い合わせは。貝原人権擁護委員協議会。電話。零七九五。七二の。零一七六。または、人権推進課。五五二の六九二六まで。女性のための悩み相談は。月曜日から金曜日の。九時から十七時まで。 問い合わせは人権推進課まで行政相談国県市などへの苦情や要望は3日と17日金曜日9時から11時30分まで担々健康福祉センターで10日と24日金曜日9時から11時30分まで 丹波笹山市民センターで問い合わせは「地域振興課552-5112まで心配事相談」「家庭」「地域」など身近な悩み事は3日と17日金曜日9時から11時30分まで「担々健康福祉センターで」で10日と24日金曜日9時から11時30分まで 丹波市民センターで問い合わせは丹波篠山市社会福祉協議会5 9 0 1 1 1 2まで消費生活相談販売契約品質のトラブルなど月曜日から金曜日の9時から16時30分まで問い合わせは地域振興課内 丹波篠山市消費生活センター552-1186まで。結婚相談は火曜日と木曜日の10時から18時30分まで。土曜日と日曜日の10時から17時まで。問い合わせは丹波篠山市民センター内の結婚相談室リング552-3455まで。 教育悩み相談は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで問い合わせは市役所第二庁舎3階の教育研究所552-5824まで発達相談は月曜日から金曜日の9時から16時45分まで問い合わせは笹山養護学校内 学びサポートルーム552-5237まで高齢者障害者権利擁護専門相談は14日と28日火曜日13時30分から15時30分まで四季の森障害学習センターで予約が必要です司法書士または弁護士社会福祉士が対応します。 予約問い合わせは高齢者・障害者・権利擁護サポートセンターまで高齢者・心の相談は17日金曜日の13時30分から16時30分まで丹波篠山市民センターで予約が必要です認知症などの相談に専門医相談員が対応します。 予約・問い合わせは、長寿福祉課552-5346まで。アルコール相談は、24日金曜日の13時30分から、四季の森障害学習センターで予約が必要です。予約・問い合わせは、丹波健康福祉事務所地域保健課079573-3767まで。 心のケア相談「眠れない」「イライラ」「ストレス」などは14日火曜日10時から「湛南健康福祉センター」で予約が必要です。不登校・引きこもり当事者家族会は22日水曜日19時から21時まで「式の森障害学習センター」で。 精神障害者家族相談会は13日月曜日13時30分から15時45分まで東沢田の障害者総合支援センタースマイル支えまで精神障害者相談員が対応します心のケア相談不登校引きこもり当事者家族会精神障害者 家族相談会の予約問い合わせは社会福祉課まで年金事務所による予約相談は月曜日の8時30分から18時まで火曜日から金曜日の8時30分から16時まで第2土曜日9時30分から15時まで。 西宮年金事務所で基礎年金番号が必要です。本人でない場合は委任状が必要です。予約問い合わせは年金ダイヤル零五七零零五の四八九零まで。予約受付は一ヶ月前から前日まで。年金事務所による。 出張年金相談は9日木曜日12時から15時30分まで篠山市民センターで基礎年金番号が必要です本人でない場合は委任状が必要です予約が必要で格付け開催次回開催は11月11日木曜日予約問い合わせは 西宮年金事務所079833-2944予約受付は1か月前から前日まで無料法律相談は1日18日15日22日水曜日の13時30分から15時30分まで丹波篠山市民センターで予約が必要です 弁護士が対応します。一人三十分。年度中の相談は二回まで。電話無料法律相談。夜間は。十五日水曜日。十七時三十分から。二十時まで。予約が必要です。十四日火曜日まで。無料法律相談と。電話無料法律相談。夜間の。予約問い合わせは。 地域振興課552-5112まで予約受付は8月23日月曜日9時から先着順です司法書士による無料法律相談会は18日土曜日13時30分から16時まで丹波佐世間市民センターで17日金曜日までに予約してください 予約と問い合わせは司法書士会丹波支部558-8138放棄まで土地家屋調査士による無料登記相談は18日土曜日13時30分から16時まで丹波篠山市民センターで17日金曜日までに予約してください予約問い合わせは県土地家屋調査士会 伊丹支部篠山地区506-2841細山まで空き家不動産無料相談会は18日土曜日13時から16時まで丹波篠山市民センターで空き家や不動産売却に関する悩み事に宅地宅建士や不動産鑑定士が対応します。 問い合わせは丹波篠山暮らし案内所552-4141まで家庭児童相談ひとり親母子・父子相談は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで問い合わせは社会福祉課552-7101まで農業担い手相談は 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで問い合わせはノート制作課552-1114まで外国人相談は水曜日の9時から12時までフィリピン語と中国語13時から16時までポルトガル語と英語で対応します問い合わせは 司所3階 NPO 法人笹山国際理解センター590-8125まで49歳までの若者のための就労相談窓口は28日火曜日13時から13時50分14時から14時50分15時から15時50分 丹波篠山市民センターで。問い合わせは、サンダ若者サポートステーション079-565-9300まで。無料経営相談は、8日水曜日13時から17時まで。丹波篠山市民センターで。予約が必要です。予約問い合わせは、兵庫県よろず支援拠点。 零七八九七七の九零八五まで。いずれも祝日を除きます。読み手は今日泉でした。リビングインフォメーション。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため。掲載記事の内容が変更になる場合があります。その際は。 市ホームページなどでお知らせしますのでご確認ください「催し9月21日火曜日18時30分から」「遠くは17時30分から18時30分」「場所丹波篠山市民センター」「内容俳句川柳のトーク優秀句の発表」「ステージ演奏」など「参加費500円」 生理研の方は450円。なお整理券は中央公民館上等公民館各支所で配布問い合わせ中央公民館電話594-1180まで第23回丹波篠山市民文化祭作品展示の部9月17日金曜日から19日日曜日10時から 16時まで19日は15時まで場所丹波篠山市民センター展示書道水墨画いけばな陶芸ちぎり絵俳句盆栽編み物など問い合わせ中央公民館電話594-1180まで丹波篠山世間遺産を見つけよう令和3年度 青少年行動力など開発プログラム事業日常の暮らしの中で当たり前すぎて見過ごされていた街並みや景色建物人など自分たちの身近に存在する何気ない宝物を探し出し光を当てその価値を再認識してみませんか?」。問い合わせは「上等公民館」「電話556-3171」まで。 ガラス工房体験教室対象は市内または丹波市三南地域に在住の小学生および大人申し込み期間9月6日月曜日から各受講日の7日前まで申し込みは先着順です小学生の部10月10日日曜日11月3日水曜日祝日23日 火曜日祝日令和4年2月11日金曜日祝日23日水曜日祝日定員各会10人参加費1回500円一般の部令和4年3月21日月曜日祝日定員5人参加費2000円申し込み方法問い合わせは清掃センター 電,話に電話してください朝陽の節句9月7日火曜日から12日日曜日」「場所」「武家屋敷あんま家資料館」内容は「菊の罷免体験」「無料」「お抹茶体験」「生菓子付き」なおお抹茶体験は希望日の2日前までに予約してください」「体験費用は」 1> 1人600円です入館料大人200円大学高校生100円中学小学生50円問い合わせは「武家屋敷あんま家資料館」「電話5 5 2の6 9 3 3まで「自宅で婚活オンラインパーティー」10月24日日曜日12時30分から15時30分。 対象者、リング会員、または申し込み時に新規で登録される方、定員、男女各6人、なお応募者多数の場合は抽選です。申し込み期限、10月2日土曜日17時。申し込み方法、問い合わせは、結婚相談室、リング、電話552-3455まで。募集、 笹山まるごとどんへの新規加入店舗現在11店舗が笹山まるごとどんを出品していますが新たに笹山まるごとどんを出品していただける市内の飲食店を募集します。申し込み期限9月日日木曜日なお新たに加入される際募集写真の作成やサーバー料として1万5,000円が必要です。申し込み問い合わせは 観光交流課、電話552-6907まで、地元就職推進委員会委員の市民公募委員、定員2人、任期令和5年3月31日金曜日まで、主に平日の夜間年2回程度、応募資格は市内在住、在勤、 在学または活動や授業を行っている令和3年4月1日現在18歳以上の方報酬1回4,000円申し込み期限9月10日金曜日申し込み方法は「想像都市課」に備え付けの申し込み書と小論文を提出問い合わせは「想像都市課」電話552-5106まで。 創造都市推進委員会委員の公募委員定員2人任期令和5年3月31日金曜日まで主に平日の昼間年2回程度報酬1回4,000円申し込み期限9月10日金曜日なお応募資格申し込み方法など詳細は観光交流課電話552の へお問いい合わせください「戦没者維持による慰霊友好親善事業参加者参加費10万円」「なお日程実施地域フィリピンミャンマーほかなどの詳細は日本遺族会事務局電話033261-5521へ」「申し込みは兵庫県遺族会電話 へお願いします問い合わせは「長寿福祉課」「電話」「552」「5346」まで「補助金」「販売促進支援事業」「補助額」「補助対象経費」の合計額の3分の2以内で上限10万円「補助回数1中小企業者につき 1> 1回対象経費広告印刷費広告デザイン費インターネット広告にかかる動画制作費新聞広告掲載費折り込み広告費通信運搬費ラジオ広告放送料申し込み期限9月30日木曜日ただし予算の2,000万円に到達次第締め切ります。申し込み方法は 商工振興課または各支所に備え付けの申請書市ホームページにも掲載に必要書類を添えて「商工振興課」に持参してください問い合わせは「商工振興課」「電話5 5 2 0 1 0 0まで「酒井貞子人材育成基金」「対象者地域社会に貢献する人材の育成や その活動を行う者の,のうち次の条件に該当する個人または団体1市内在住または在学の方2市内に事務所を置く団体3その他市長が適当と認めるもの補助額補助対象経費の10分の9以内で上限100万円申し込み期間9月1日水曜日から21日火曜日 申し込み方法は、申請書、C ホームページにも掲載、に必要事項を記入の上、提出してください。申し込み・問い合わせは、地域振興課、電話552-5112まで。栗の苗木購入対象者、市内で栗を生産するために、栗の苗木を5本以上購入された市内在住の方、 補助額購入費の2分の分以内苗木1本当たりの助成上限500円提出書類ノートを制作課または各支所に設置の申請書 C ホームページにも掲載苗木購入の領収書またはレシートのコピー令和3年4月1日から令和4年3月31日までの日付が補助対象。 苗木を植栽した補助の写真書類の提出問い合わせはノート制作課電話五五二の一一一四まで読み手は隅地直美でした上下水道停電時のご協力をお願いします落雷などにより停電が起きた場合マンホール内に設置されている汚水ポンプが稼働せず お水が詰まり下流に流れなくなる可能性があります水事、洗濯・浴槽などの使用をなるべく控えるようお願いいたします詳しくは下水道課電話552-5062休日・夜間連絡先電話552-0241までお知らせ丹波笹山市 自治会長会火災見舞金報告市自治会長会では火災で住居を全焼された方に火災見舞金をお渡ししています。去る4月1日に破壊で対象となる火災が発生したことから被災者の方に総額122万4400円をお渡ししました。皆さんのご協力ありがとうございました。 詳しくは地域振興課、電話552-5112まで。赤ちゃんの駅に登録しませんか授乳やおむつ替えのできる設備がある施設は赤ちゃんの駅として登録できます。新たに整備する場合は補助金を利用できます。対象施設、授乳または おむつ替え設備があり衛生面と安全面に配慮された市内の店舗事業所など補助額設備を新たに整備する施設に対し最大10万円整備前に申請が必要です詳しくは社会福祉課電話552-7101まで 修学義務猶予免除者等中学校卒業程度認定試験修学義務猶予免除者など病気などやむを得ない自由により小中学校への修学義務を免除された者の中学校卒業程度の学力を判断する認定試験が実施されます。時10月21日木曜日ところ 兵庫県民会館受験案内は兵庫県教育委員会丹波教育事務所で配布されます詳しくは兵庫県教育委員会丹波教育事務所電話552-7489までワクワクシティクーポン券をご使用ください使用期限は9月30日木曜日まで クーポン券使用可能店舗 QR コードが掲載されています。詳しくは、商工振興課、電話552-0100。休日、祝日、一般社団法人ウィズ笹山、電話552-7373まで。第33回全国車椅子マラソン大会中止。 9月26日に開催を予定していた第33回全国車椅子マラソン大会は新型コロナウイルス感染症の影響により十分な大会運営を行うための環境整備が難しいと判断したため中止となりました。詳しくは社会福祉課電話552-7102まで 秋の全全国交通安全運動時9月21日火曜日から30日木曜日運動重点1子供と高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保2夕暮れ時と夜間の交通事故防止と歩行者などの保護など安全運転意識の向上3 自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底4飲酒運転などの悪質危険な運転の根絶早めのライト点灯推奨時間4月から9月は17時10月から3月は16時詳しくは市民安全課電話 まで子どもの人権1 0 0番強化週間8月27日から9月2日までは全国一斉子どもの,子どもの人権1 0 0番強化週間です期間中は受付時間を延長して土日も対応します いじめや虐待など、子供の人権に関する悩みをご相談ください。相談番号、電話、0120-007-110、全国共通通話料無料、受付時間、平日8月27日金曜日、8月30日月曜日から9月2日木曜日の 8時30分から19時まで。休日8月28日土曜日、29日日曜日の10時から17時まで。相談員は人権擁護委員法務局職員。詳しくは神戸地方法務局人権擁護課。電話078392-1821まで。 人権擁護委員が選任されました7月1日付で岸田忠義さんが法務大臣から人権擁護委員に再任されました人権問題差別噂いじめなど家庭府は近隣との揉め事などでお悩みの方は人権相談へお越しください詳しくは神戸地方法務局貝原支局 電話。零七九五。七二の。零一七六まで。環境報告書を発行。令和二年度の環境施策の取り組み状況をまとめた。環境報告書を発行しました。ホームページで公開しているほか。図書館、各支所、農村環境課。本庁舎二階でご覧いただけます。 詳しくは農村環境課電話552-5013まで竹粉砕機の貸し出し予約竹林整備を行う団体向けに竹粉砕機2台を無料で貸し出します予約可能期間10月1日金曜日から令和4年3月28日月曜日まで 連続11日間まで。予約開始日時9月1日水曜日9時から。予約方法は農村環境課へ電話してください。先着順です。貸し出し条件など詳細は市ホームページをご覧ください。詳しくは農村環境課電話552-5013まで。 資源ごみは軽く洗ってから出しましまょう。プラスチック容器包装や缶、瓶類、ペットボトルは中身を空にして汚れているものは軽く洗ってから出しましょう。中身が残っていたり汚れたりしているとそのものがリサイクルできないだけでなく収集や選別の際他のきれいな資源ごみも汚してしまいリサイクル量減少の原因になります。 洗う時のポイント洗い物の残り水などを使いましょう油汚れなどは布などで軽く拭き取りましょうチューブ類はハサミなどで切り開いて洗いましょう洗剤で洗う必要はありませんすべて洗われていないプラ紙製品などが袋に入れて捨てられています詳しくは清掃センター電話 まで子供のための養育費相談会時9月25日土曜日10時から16時まで専用電話番号0120-567-301担当者司法書士松井修一さん詳しくは兵庫県 青年司法書士会、電話072767-1705まで。読み手は、新川陽子でした。みんなの広場です。市内団体や市民の皆さんに情報発信の場を提供し、情報交換を図るためのコーナーです。この広場を利用して市民の皆さんの交流が深まると嬉しいです。 なお、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、内容が変更または中止となる場合があります。会員募集です。楽々日本画教室、一1さんの絵手紙講座。はがきに日本画を描いて絵手紙に、何を書いても構いません。毎月第3木曜日、丹波笹山市民センターで、対象は、 丹波篠山市民。参加費は1回1700円。3ヶ月分全納入会金は1000円で別途必要です。体験受講は1回1900円です。なお、11月25日から月に1回教室をします。問い合わせは中竹丹波篠山画遊会。電話 まで子ども習字の会フレンズ人とのつながりを大切にありのままの自分を表現する手段として書く楽しさを共に積み重ねていこう第1第3金曜日18時から丹波篠山市民センターで対象は小学生以上で 大人も可能です参加費は子ども1時間1000円です申し込み問い合わせは電話080-5356-1580大津井さんまで開催します丹波木綿の会作品展紡ぐ染める織る伝統を守りながら 新しい織物を追求しています1年間の成果をぜひ見てください10月26日火曜日から11月3日水曜日祝日まで時間は10時から17時までなお初日は12時から最終日は15時までです場所は兵庫県立陶芸美術館展示棟詳しくは 電話坂萩さんまで「土曜広場今更聞けない健康講座」「鉄分はすべての人に必要」「骨粗鬆症の予防に牛乳はいい?」「コロナ感染予防で大切なこと」など健康や病気のお悩み疑問にお答えします。9月日日土曜日 丹波笹山市民センタークリエイティブカフェで詳しくは加藤ベストヘルスパートナーヘルスファイン電話番号0804297-9291までお問い合わせください掲載希望など詳しくはブランド戦略家電話552-6160までお問い合わせください私たたちのの地球のために 笹山エコ日記あなたの近くにいませんかツバメ・カワセミ目撃情報を募集します死の鳥に制定されたツバメ・カワセミの生息状況を調査していますご報告いただいた内容は生き物マップとして取りまとめ今後の環境を守る取り組みにつなげます生き物の暮らしを見つめてみると 丹波笹山の自然の姿が見えてきます皆さんも市の鳥探しに出かけてみませんか調査の方法です調査対象は市内で見られるツバメ・カワセミ実施期間は9月30日木曜日まで報告内容は鳥の種類見つけた場所などを報告してください報告方法は市役所 支所などで配布している報告用紙に必要事項を記入し窓口に提出してください詳しくは農村環境課電話552-5013ホームページにも掲載中です消費生活センターからのお知らせです一方的に送りつけられた商品は直ちに処分可能になりました 特定商取引法が一部改正され、7月6日から注文や契約をしていないのに、自分宛に届いた身に覚えのない商品について、すぐに処分できるようになりました。処分した商品について、事業者から代金を請求されても支払う必要はありません。また、支払い義務があると誤解して金銭を支払ってしまったとしても、返還を請求することができます。 処分する前に気をつけること。1、家族の誰かが注文していないかどうか確認しましょう。2、プレゼントや贈答品の可能性はないかどうか確認しましょう。3、定期購入で注文した商品の何回目かが届いたという可能性はないかどうか確認しましょう。4、処分する場合は念のため届いた日付、業者名、 商品名を控えておきましょう対応に困った時は消費生活センターに相談してください電話番号は5 5 2の1 1 8 6です読み手は三丸美香でした「暮らしの情報番環境衛生」「休日のゴミの持ち込み」「9月23日木曜日祝日」 9時から11時45分までと13時から16時まで清掃センターで問い合わせは清掃センター596-0844まで粗大ごみの個別収集第2水曜日収集日は9月8日水曜日手数料は1100円9月6日月曜日17時までに市民衛生課、 各市所まで申し込みください。問い合わせは市民衛生課552-6253まで。資源ごみの拠点回収第2水曜日、9月8日水曜日、7時から10時まで。市役所第2庁舎前、各市所前、清掃センター。清掃センターのみ受付は8時30分から10時まで。 雑紙も回収します常設の雑紙ボックスを設置しました市役所第二庁舎前各支所問い合わせは市民衛生課552-6253まで証明書の発行など日曜窓口毎月最終日曜日 9月26日日曜日8時30分から12時まで時間外延長窓口開庁日のみ毎週火曜日17時15分から19時まで問い合わせは市民課552-5242まで今月の納税です9月は国民健康保険税 第3期を納,める月です納期限は9月30日木曜日です納期内納付にご協力ください問い合わせは集税課電話552-6927まで市税などの納付には便利な口座振替をご利用ください人の動き令和3年7月末現在 人口は4万494人で前の月に比べ18人減りました。そのうち女性は2万1148人で2人減り、男性は19346人で16人減りました。世帯数は1万7573世帯で10世帯増えました。 全国アマチュア映像コンテスト第33回丹波笹山映像大賞が令和4年2月6日日曜日四季の森障害学習センターで開催されます丹波笹山映像祭2022の作品大募集です募集テーマ「生きる」 作品タイム7分以内対象賞金10万円締め切りは11月30日火曜日必着問い合わせは丹波篠山市映像祭実行委員会事務局電話590-1301まで我が家のアイドルを紹介します。 東岡谷の小山穂の香ちゃん4歳亮太ちゃん2歳体を動かすこととお友達が大好きな娘と愛されお調子者の息子二人一緒やからこそそれぞれの味が見えてきて面白いこれからもいっぱい笑おうね辰兼の田中優真ちゃん1歳 甘えん坊で食いしん坊のユ心おいしいものをたくさん食べて毎日いっぱい笑おうね近田町上小野原の田中ひまりちゃん3歳はるひちゃん1歳しっかりもので優しいひまり元気いっぱい食べることが大好きなはるひいつまでもして仲良くしてね。 このコーナーへの掲載希望は健康課594-1117まで今日も丸あいの作茂るゴッテス81作目全部丸ごと最高一コマ目笹白姫が私たちの手で究極のメニュー 丸ごと丼を開発するわよ。まずは試食係を決め、はいはい、やる。丸井のが手を挙げて張り切っています。二コマ目。1、豆リンあん。黒豆と獅子肉のマリアージュ丼。二チャチャンあん。 丹波焼きの器で丹波茶セット「おいしいうめえ」丸いのが目をキラキラ3コマ目「3クリーンあんりかける牛そぼろスペシャル」「丸いのはビミー満足ゲフ」笹 参考にならないわねと言っています。四マ目、お待たせ。四、イノップー＆ササノアン、デカンショモリデラックス丼、ヤグラモチーフ、山の芋、牛＆ジビエ、デカンショネギ、山菜天ぷらと大盛り丼を持ってきました。 と笹広姫が驚いています。お腹パンパンの丸いのは。もう、もう食べられないよー。どて、と倒れ、目を回しています。おしまい。読み手は今日泉でした。これで広報丹波笹山。二千二十一年九月。 第269号を終わります。録音完了は9月20日でした。